筋肉ポケモントレーナーのりっくりです。今日についてはこれですね、ポケットモンスター金、これをやっていきたいというふうに思います。まあ、一番ポケモンのゲームの中でハマったタイトルといっても過言ではないポケモン金の良さ、これをねぜひ実況プレイ通じて伝えていきたいですし、皆さんに楽しんでいただきたい。じゃあ早速この金やっていきたいというふうに思います。うわー、もうすでにこっからちょっと懐かしいぞ。あ、ゲームフリークね。うわシェルダーがピクピク動いてますぞ。てかカラーだね、カラーだねって、なんかね、この令和の世に言われてもって感じですけど。うわぁ、懐かしい。やばい。ラプラス泳いでるよ。はい、ということで、もうすでに懐かしいですけど。あ、プリンね。はい、歌ってる歌ってる。で、ピカチュウ止めると。おぉ。かっこよ。うわ。やば。はい。ということで、始まりました。ポケットモンスター金。はい、実況プレイやっていきたいというふうに思います。もうすでにね、めちゃくちゃ懐かしくて感動してますが、はい。2024年です、今。で、1999年に発売されたゲームね、はい、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ああ、そっかそっか。うん、むにゃむにゃ。なんじゃこんな時間に。すまんが時を見てくれんか。今何時じゃ。ああ、すいません、起き上がせ。朝のね、4時です。何分なのじゃ。すいません、朝の、はい、朝の4時38分ですね。すいません、えげつない時間に、はい、撮っております。すいません。いやー待たせた。いやいや、すいません。絶対まだ寝てたと思うけど。ポケットモンスターの世界へようこそ。わしの名前はオキド。はい、存じ上げております。みんなからポケモン博士と慕われておるよと。はい。ポケットモンスター、ポケモン。この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至るところに住んでいる。いやー見てみたいもんですわ、本当に。人はポケモンたちと仲良く遊んだり、一緒に戦ったり、助け合いながら暮らしているのじゃ。なるほど、いい世界ですね。しかしわしらはポケモンのすべてを知っているわけではない。ポケモンの秘密はまだまだいっぱいある。わしはそれを解き明かすために毎日ポケモンの研究を続けているというわけじゃ。おー、すごい真面目に熱心にね。はい。お、さてそろそろ君の名前を教えてもらおう。はい、待ってました。ここでね、鉄夫とかヒロキ、ゴールド、タカシはちょっと選べない。自分で決めさせていただきます。はい、筋肉ポケモントレーナーのリックリです。リックリ、準備はいいかな。はい、準備バッチですよ。いよいよこれから君の物語が始まる。楽しいことも苦しいこともいっぱい君を待ってるだろう。おー、夢と冒険とポケットモンスターの世界へレッツゴーということで、はい、後でまた会いましょう。さあ、始まりました。まずね、本当に、ずっとさ、ピカチュウ版やってたんですけど、カラーなことにね、まず感動を覚えているっていうところでね。で、これがどうやら私の家みたいですね。あ、見てください、テレビが自家置きじゃなくなってますね。テレビだ。初代の時はね、テレビ直置きしてるっていうね、まさかの展開でしたけども。ターンマップがある。あ、見れちゃう。はい、ということでね、どうやら若葉ターンっていうところが私のお家みたいですね。はい、ここは地元地方ってところになります。もうこのマップだけでテンション上がると、すいませんね、いい加減しております。はい。あ、お母さんかな。あら、びっくり。お隣のうつぎ博士が探していたわよ。何でもあなたに頼みたいことがあるんだって。そうだ、忘れるとこだったわ。修理に出してたポケモンギア戻ってきてたわよ。なんだポケモンギア。はい、はい、リックリはポケモンギアをもらいました。略してポケギア。まあまあだろうなっていう略し方ですけど。一人前のトレーナーになるなら持ってないとね。おー、あら、曜日が入ってないわよ。使う前に今日は何曜日か入れておかないと。
火曜日で間違いないわね。はい。そうそう、電話の使い方覚えてる？なんだっけな。いいえ。じゃあ、説明書を読むね。はいはい。ポケモンギアのスイッチを入れて電話アイコンを選ぶのよ。電話番号は自動で登録されているから、かけたい相手を選ぶだけね。こんな簡単に電話できるなんてすごいわねってことで、なんか、今で言う何？アップルウォッチみたいなやつもらったって感じですね。はい。さあ、アップルウォッチをもらって、リックリ、装備をバッチリじゃないですかと。冷蔵庫の中には冷蔵庫も触れると。美味しい水がいっぱい、そして甘いミックス、俺は。玉虫思い出すわ、なんか。グレン風火山ハンバーグ。カツラが喜びますよと。はい、次博士が呼んでたわよ。早く行かなきゃ。はい。次博士呼ばれてるんで、来ますよと。おー。いや、カラーってすげーなー。よっ、びっくり。はい、次博士が新しいポケを見つけたんだってなってことで、はい。新しいポケが見つかったらしいです。で、これが、はい、リックリーの家ですね。ここは若葉タウン、始まりを告げる風が吹く街、はい。いいじゃないですか。あら、かっこいいポケギアね、お母さんに買ってもらったの。なんか、煽られてる感があるけど、まあまあそうですね、と。ここは？ここはうつぎの家。あ、うつぎ博士はここに住んでんだね。ちょっと入ってみよう、お邪魔します。あら、リックリーくん。うちの旦那なんだか忙しそうだけど、無理しないかしら。ポケモンの研究になると夢中でご飯も食べないね。あら、ちょっとブラック気質ですね。僕大きくなったらお父さんのお手伝いをする。そしてすごいポケモン博士になるんだ。ああ、いいじゃないですか。なれるよ。なれるなれる。え、てか、うつぎ博士、なんか、家、ちっちゃいな。ワンルーム？リビングダイニングもないし、ポケモンはどこから来てどこへ行くのか。なぜ生まれてくる瞬間を誰も見たことがないのか。おお、私はそれを知りたい。人生のすべてをかけて研究するつもりだ。宇津木博士がまとめている研究発表の一部だ。ああ、熱い思いですね。はい。宇津木博士って人はすごい研究熱心な方っていうのがここからもよくわかります。あ、なんかそのポケモンがどこから来たかってよりも、この間取りがすごい気になってしまったな、俺的にはね。人通り見たかな？お？いやもうさ、明らかすぎる怪しさね、このね。ちょっと話しかけてみますか。へい。あれ？虫かよ。ここが有名なうつぎポケモン研究所。なんだよ、人のことジロジロ見てんだよ。おお、なに？ちょっと、ものすごいパワーを持ってますね。ちょっと、筋トレしてんな、こいつ、もしかしたら。はい、研究所ってことで。行きますか、はい。ああ、勝手に動くね。あ、この人か。いやあ、リックリ君、待っていたよ。今日君を呼んだのはお願いがあるからなんだ。はい。僕の知り合いにね、ポケモンじいさんと言って、変なものを見つけてきては大発見って大騒ぎするおじいさんがいるんだよ。うん、ちょっと迷惑なおじいさんっすね。で、さっきね、今度こそは本物ですぞってメールが来たんだ。気になるんだけど、僕も助手もポケモンの研究で忙しくてね。代わりに行ってきてほしいんだ。はい。もちろんパートナーとなるポケモンをあげるよ。やっと。最近見つけたばかりの珍しいポケモンだよ。さあ、選んでよ。お、やったぜ。ということで、早速選んでいきますか。じゃ、これは何だ？火の嵐か。炎のポケモン、火の嵐にするのかい？ちょっと待ってください。はい、大事なパートナーですから。ワニの子だ。水のポケモン、ワニの子がいいんだね。ちょっと待って。で、これが、わ、チコリータね。はい。みんな懐かしいわ。草のポケモン、チコリータが気に入ったんだね。ちょっと待って。はい。じっくり考えます。これは何だ？宇津木博士が食べたお菓子の袋が捨ててある。これは最初の一匹では選べないですね。ちょっとね。お菓子ばっか食べて、ちゃんとプロテインをね、摂取してるか心配ですが。まあね、どれ選ぶかはもうすでに決まっております。推し活でもね、見ていただく通り、私は、オーダイルが大好きなんで、はい。ワニの子。君に決めます。はい。水のポケモン、ワニの子がいいんだね。イエス！僕もこいつは最高のポケモンだと思うよ。あ、優しいね、宇津木博士ね。
リックリは宇津井博士がワニの子をもらいました。よっしゃー、ニックネームつけましょう。はい、どうしよっか。ワニの子ね、初代のピカ版やった時もね、ピカチュウ、はい、頼れる兄貴になってほしいってことでピカニキと名付けましたが、頼れる兄貴になってほしい思い変わりませんということでね、ワニキと、命名させていただきます。じゃあ行きますか、ワニキね。ポケモンじいさんがいるのはこの町の隣、吉野シティの先だよ。ああ、そうなんだ。そこまではほとんど一本道だからね。ポケモンが傷ついたらそこのマシンでポケモンを回復させてあげてね。はい。おっと、僕の電話番号を教えておくから何かあったら連絡してよ。お、優しいね。いや、リックリは宇津木博士の電話番号登録した。さあ、じゃあ行くかね。ちょっとワニの子見てみましょう。ワニキね。ワニキ、かわいいわマジで。あ、ひっかくと睨みつける。あ、木の実持ってんだ。じゃあワニキと共に行きますか。おお、なんだ、早いな動きは。リックリ君、お使いをしてくれる君にこれを渡します。お、傷薬ね。もうなんか手厚いね。初代なんて何もくれなかったけどね。二人しか言いませんから、ちょっとのことでてんてこまい。あ、そういうことね。人員不足だ。ああ、忙しいです。はい、忙しい中ね、傷薬くれて本当ありがとうございます。とさあ、ということでね、お使い頼まれたんでね、早速行きたいと思いますが、君は中入って話せばいいのにね。次ポケモン研究所ってずっと言ってるけど、なんだよ人のことすごいよ威力が。さあ行きますか。あららららら、音よ。29番道路ね。はい、こっから向かっていきましょう。タウンマップはまだ見れないかな。草むらにはポケモンが潜んでる。いつ飛び出すかわからないね。はい、この時代はね、そういう形で野生のポケモンに会うと。さあ、記念すべき第一発目、誰が出てくる。おお、オタチ。オタチ、メス。そう。そうだ、金銀からオス、メスが出てくるんだよね。はい、ワニキ行きましょう。さあ、しっかり引っかくを決めて。大丈夫か？あ、大丈夫そうですね。いや、いよいよ始まりますよと。なんか、本当ピカチュウ版やりすぎて、このさ、カラーなのが本当に素晴らしいね。お、なんかいる。よ、お前のポケモン元気？ポケモンが弱ってきて戦わせたくないときはなるべく草むらを避けて歩いた方がいいよ。優しいね。なんだこいつ。ちょっと一休みしたいからレポート書いてんだよ。あー、なんかだいぶ初代よりチュートリアル要素が強いですね。あの、基本的なことをね、さりげない会話の中で教えてくれる素晴らしい設計だと思いますね。はい、実のなる木があると。木の実だ。はい、木の実。そう、この時代はね、この回復アイテムがそこら辺に生えてね、あの、実るっていう形で素晴らしいですね。夜しか出ないポケモン捕まえたのにここで待ってんだ。はいはいはい。当時の皆さんはわかるかもしれないですけど、金銀からね、あの、朝出るポケモン、夜出るポケモンで、時間によって出るポケモン変わったんですよ。金銀から。で、よくね、確か6時になったら切り替わるんで、夜になって、わざわざね、待って集めたりとかしてました、ポケモンを。そこに段差があるじゃない？飛び降りるのは怖いけど、草むらを歩かずに、若葉まで行けるのよね。ああ、この段差ね。そう。ちょっと一瞬ね、段差ってわかんないっすよね。私はただのあの壁かと思ってましたね、当時ね。お、なんだこれ。はい、吉野市若葉店、はい。看板も丁寧。さあ、ということで、ここがね、吉野シティらしいですね、はい。で、このなんか明らかに怪しいおじいさん、どうする？話しかけるか？お前さん、新米トレーナーだろ。図星じゃな。なんかそういうのがわかる人？よいよい、誰だって初めてはある。なんか、怪しいおじさんだな。よければ、わしがいろいろと教えてやろうかな。ちょっと待って。教える内容がさ、抽象的すぎて。まあ、俺だったからね、よかったけど、女の子とかだったらちょっとさ、普通に若干犯罪の匂いするよね。私だけでしょうか。まあ、いろいろ教えてもらえますか？じゃあね。はい、せっかくだし。よし、バッチリ案内するぞ。そう、案内って先言ってほしかったよね。早っ。おじいさんとは思えない動きだったな。ここはポケモンセンター。傷ついたポケモンを預けると、
あっという間に直してくれる。ああ、ちゃんと看板に PC って書いてありますね。これから先何回も世話になるじゃろう。覚えておいた方がええぞ。おじいさん動き早っ。ここはフレンドリーショップ。ポケモン捕まえるボールとか、いろんなグッズが売ってるぞ。はい。ショップって書いてあるね。この先は30番道路。みんな自慢のポケモンを戦わせているぞ。あー、トレーナーがいるってことか。ん？ここはご覧の通り、海。俺どんだけ頭悪い子だと思ってんの。脳筋だけど、さすがに海ぐらいわかりますよと。水の中にしかいないポケモンもいるんじゃん。あ、そういうことね。それが痛かったのか。今なんかおっさんいたけど大丈夫か。ん？ここは、わしの家じゃん。これは別に紹介されなくてよかったけどね。付き合ってくれてありがとうよ。こいつは俺じゃ。リックリはマップカードをもらった。マップカード？リックリーのポケモンギアでマップが見られるようになった。ああ、そういうことか。アップデートされるのね、アプローチが。ポケモンギアは、あ、間違えた、ごめんなさい。ポケモンギアか。ポケモンギアは便利カードを取り付けると、どんどん便利になるのじゃ。あ、そういう仕組みなんだね。それじゃ、頑張るんじゃぞ。ということでね、見た目とはね、見かけた裏腹に、ものすごいスピードで歩けるおじいさんに、いろいろ説明をいただきました。ありがとうございました。じゃあ探索しようか。じゃあまずこの案内じいさんの家って、なんかチュートリアルおじいさんの家ちょっと見てみるか。よ、さっきありがとうございました。わしも若い頃はバリバリのトレーナーじゃった。まあ、バリバリって言うんだね、この時はね。そんなわしからアドバイス。ポケモンはいっぱい捕まえろ。そして優しさを持ってポケモンに接してやるのじゃ。あ、これはもう当時も令和も変わらない思いですよ、本当にね。何、ポケモン図鑑、ワニの子、大顎ポケモン。発達した顎はパワフルで何でも噛み砕いてしまうので、親のトレーナーでも要注意。ワニの子、大顎ポケモン。はた、あ、ループね。でもこういうの教えてくれるんだ。あ、案内じいさんの家がポケモンセンターになった。ここのお家も行ってみましょう。お邪魔します。うわ、やべ、ちょっと。まずいまずいまずい。すごい。何？なんかいい感じだったよね。俺入っちゃまずかったかな。ちょっともう一回行ってみるか。めっちゃいい感じ、見つめ合ってる。なんかリックリ寂しいやつみたいになってる。じゃあ空気読めないんで話しかけていきます。あ、話しかけてもさ、もうお互いがカップルだから、もう全然目に入らない。リックリがポケモン姿変わっちゃうの。いきなり変わったらびっくりしちゃうわね。こっちの彼氏は、ポケモンって戦っていると経験積んで姿形が変わっちゃうんだよ。何の話。そんな見つめ合っていう話ではないんですね。どうかな、金銀のポケモンセンター。綺麗ですね。なんかさ、マシンも前よりいかつくなってる。早くしよう。おはようございます、ポケモンセンターです。あ、そっか、24時間営業か。ここではポケモンの体力を回復します。あなたのポケモン休ませてあげますか。イエス、はい、預からせていただきますと。はい、お待ちどさま。お預かりしたポケモンは、元気になりましたと。ね、よかったよかった。ポケモン何匹預けてもタダなのは嬉しいな。確かにね、やってけんのかな。NPO 法人的な感じかな。じゃあ行きますか。はい、ということで私は今ね、吉野シティにいます。で、さっきここの若葉タウンにいましたねと。ポケモンじいさんの家はこの上の、30番道路の上の方っぽいんで、早速行ってみたいと思います。さあ、どんどん行こう。どんなに失礼します。ポケモンが木の実を食べるって君知ってる？だってうちのポケモン木の実を食べると元気になるぞ。そうだ、君に分けてあげよう。ああ、素敵な世界、優しい世界。木の実いただきました。木を調べると木の実が落ちてくるよ。あ、そっか、もう今私は当時の記録でね、勝手に触ってたけど、そっか、分かんない人もいるからね。なんだ、お、なんだなんだ、戦ってる。何やってんの。おお、いけ、こらった、体当たり。おー、音結構バイオレンスだな。なんだよ、大事な勝負なんだ。向こうに行ってては。すいません、リックにまた空気読めずに邪魔してしまった。ここをまっすぐ、ポケモンじいさんの家。はい、優しい看板がまた出てくると。よし。はい、レベル7ですと。あ、怒りを覚えた。さあ、レベル7になって怒りも覚えて、
お、ついた。あ、ついたついた。ちょっと木の実まずね。毒消しの実か。木の実が欲しかったな。ここそうじゃない？ポケモンじいさんの家、はい、着きました。じゃあ早速入ってみましょう。おお。いやいや、君がリックリ君だね。宇津木博士から連絡があって待ってたんだ。はい、お待たせしました。これが宇津木博士に調べてもらいたいものだよ。はい。リックリはポケモンじいさんから不思議な卵をもらった。え？ポケモン預かって育ててる夫婦がいるんだがの、そこでもらったものなんだよ。もしかしたら、と思って、宇津木博士にメール送ったんだ。ポケモン進化の研究なら宇津木博士が一番。何せ、この大木田博士も認めるほどだからの、あの右にいるのが博士か、大木田博士か。あ、ほんとだ。わしの想像が当たってるか、宇津木博士ならわかるはずだ。おっ、おー、君がリックリー君か。おお、明らかに偉い人のね、雰囲気。わしは大木田、ポケモン研究家じゃよ。はい。古い友達のポケモンじいさんを訪ねてみたら、宇津木君のところから、お使いが来ると聞いて、待ってたんじゃよ。あ、お待たせしました。ほほう、珍しいポケを持ってるな。それに、ふむ、なるほど。宇津木君がポケモンをあげて、君にお使いを頼んだ理由、納得したよ。おお、なんか、わかったのか。わしや宇津木君のような研究者にとってポケモンは大事な友達じゃからな。はいはい。君ならばポケモン大事に育ててくれそうだということじゃ。もう、まあ、確かにね、筋肉も育ててるんで、通ずるところがあるかもしれません。そうじゃ。君を見込んでわしからも一つお願いしようかの。実はな。これ、このポケモン図鑑じゃ。あ、ポケモン図鑑出た。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれて、ページが増えていくというハイテクな図鑑なのじゃよ。はい、リックリー、大木田博士からポケモン図鑑もらいました。名誉なことですね。はい。たくさんのポケモンと出会い、この図鑑を完璧にしてほしいのじゃ。はい。おっと、長居をしたようじゃ。これか、コガネシティへ行って、いつものラジオ番組の収録をせねばならんのだ。なんか、有名人みたいになってる。それじゃ、リックリー君、よろしく頼んだぞ。わーお。すげえ。あ、宇津木博士のところに戻るつもりなんだろう。少しポケモンを休ませるがよかろう。あ、空気をね、読んでいただいた。それじゃ、よろしく頼むよ。はい。ということで、宇津木博士のところ戻りましょう。あれ？動かねえ。なんだ？あ、博士から電話。もしもし、リックリ君？焦ってる。大変なんだ。何が何だか。このコミュ障みたいになって大丈夫か？どうしよう。とにかく大変なんだよ。すぐ、戻ってきたよ。おぉ。なんか、あんな穏やかそうな博士が、めちゃくちゃ焦ってますね。どうしたんだ？ちょっと、とりあえず行くしかねえな。ん？お、さっきのあの、めちゃくちゃパワー持ってる少年じゃないですか。お前、研究所でポケモンもらってたな。弱いくせにもったいないぜ。ちょっと俺の筋肉見てからにしてくださいよ。なんだよ、何言われてるのかわからないのか。相変わらずこの第二世代においてもね、脳筋プリを発揮してますね、ゆっくり。だったら仕方ない。俺もいいポケモン持ってるからな。どういうことか教えてやるよ。うわ、強そうですね。さあ、ということで、誰だこいつって感じですけども。はい、あ、誰だこいつすぎて名前もやっぱわかんないと勝負を仕掛けてきました。お、さっきね、選ばなかったポケモンを使ってきてますね。はい。ということで、ワニキでいきます。じゃあ、ワニキちょっと、睨みつける、あ、いや、怒りしていこうか。怒りで、ボルテージ上げていきたいところ。よし。急にね、弱そうにって言われて、リックリちょっとね、鍛えてるからね、ちょっとイラッとするよね、それはね。急所引いた。はい、どんどん怒りのボルテージが上がって、あ、ワニキのパワーでチコリータを粉砕しました。よし。お、めっちゃ経験値。はい、ということで、誰かさんとのね、勝負に勝ちました。はい。ふん、勝てて嬉しいか。うわ、なんか、煽り方がすごいですね。あ、そんだけ煽って300円か。まあいいや。俺の名前は、誰かさん。世界で一番強いポケモントレーナーになる男さ。うおー。WCS にでも出るんですかね。
ということで、また吹っ飛ばされてね、どっかすごいスピードで行ってしまいましたが、なぜなんだろうね、あいつね。はい、ということで、すっ飛んで戻ってきました。大丈夫かな？博士！大丈夫か？ん？なんか、誰かいる。この研究所、ポケモンが盗まれたそうで、あら！盗まれた？今、宇津木博士から話を聞いていたところです。そっかそっか、じゃあ警察の方ですね、これは。わー、盗まれたのか。なんでも赤くて長い髪の毛の少年だそうで、あれさっきのやつじゃねっていうね。え、そんなトレーナーと戦った？はい、まさにさっき。名前とか言ってませんでしたか？あ、そっか、そう、名前とか言ってませんでしたかってことで、そうそうなんか犯罪者をライバルってするね考えはちょっとどうかと思いますが、まあライバルの名前はってことで、どうだろう、筋肉ポケモントレーナーにとってのライバル、これでいいのかな。今ちょっと減量中なんですけども、もうとってもね、減量中の中、今一番食べたいものをね、ちょっとライバルとさせていただきます。自分の欲との戦いですからね。はい、ライバルの名前はドーナツとさせていただきます。わかりました、ドーナツというのですね。いやいや、なんか嘘かなーって思ったりしないで、もう純粋にね、しっかり信じていただいて、ほんと申し訳ないと。ご協力、ありがとうございました。はい、ドーナツが指名手配されます。もうお腹すいたな、ほんとに。リックリ君、大変な目にあったよ。あ、そうそう。切り替え早いな。ポケモンじいさんの大発見って何だったの？リックリは宇津木博士に不思議な卵を渡した。お、これは、まさか、リックリ大丈夫？パワー使ったわけじゃないよね。ひょっとしてポケモンの卵？もしそうなら本当に大発見だよ。おー、確かに、卵の概念がまだないからね。え？大木戸博士からポケモン図鑑をもらった？リックリ君、本当かい？そりゃ、すごいことだよ。おー、なんかすごい、喜んでるとかびっくりされてる。なんたって、大木戸博士はトレーナーの才能を見抜く力の持ち主だからね。あ、そうなんだ。そんな能力があったんですね。そうか、リックリ君、君にはチャンピオンになれるだけの素質があるのかもしれないね。はい。ポケモンも懐いているようだし、このまま各地のポケモンジムに挑戦するのはどうかな。おお。こっからだと、キキョウシティのポケモンジムが一番近いよ。あ、もうなんか話がトントン拍子ですね。リックリ君、チャンピオンを目指すのは長い旅になると思う。俺まだ目指すとか言ってないのに、もう、なんか糸を組んでる感じかな。出発の前にお母さんに話しておくんだよ。あ、なるほどね。はい、ということでね、だいぶドタバタな1話ですね。ポケモンゲットしたと思いきや、そのポケモンが盗まれたり、お使い頼まれて大発見にね、触れたりとか、赤髪の少年にね、ボコされたりとか、なかなか大変な1話でしたが、まあ、とりあえずね、今日はここまでにしようかなと思います。次回はまあ推し活やっていきたいなというふうに思いますが、はい、こちらもねどんどん進めていきたいなと思います。引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。